こんにちは。一旦内側入りますね。あ、すいません。はい、来たで、滋賀県や。しんどい。よっしゃ、抜けた。三重県ありがとう。そっかで、はい、湖南市入ります。スタート中2キロ走れば最悪な状況で、ここまっすぐ行ったらもう雪で歩道がなくなってて、なんとかこの縁石を越えるしかなくて、で、ま、How is the where is my here stick? やばない、これ普通に。え、マジで最悪やん、これ。え、これちょっと修理するしかないよ、ほんまに。最後の最後に。あ、どうもこんにちは。お久しぶりです。どうも。付き添いの人がいるとは思わなかったんで、すいません。ちなみに今日どこまで行かれるような感じなの？福山まで。福山で世界一周してて、もう9年ぐらいやってて、最初は浅草から大阪まで走って。で、フェリーで上海行って、で、アジア横断して、ヨーロッパ走って、オーストラリア走って、アメリカ横断して、今日本縦断中で、岡山来ましたね。人力車なくなったりとか、折れたりとか、あとこのタイヤと椅子をつないでるこのボルトが折れたりとか、まあ、いろんな場所折れまくりの、まあ、心だけ折れずに来てるんですけど、はい、そんな感じで、見ないことと、助けてもらいながら走ってますね。で、今日は、はい、岡山に入ったのは、入りはいつぐらいですか？2日前ぐらいかな。そう、辰野から走ってって。で、日生に入って、ゴミの市行ったりとかして、で、岡山市に入って、で、今からもう広島入る感じですよ。はい、先ほどゴミの市って言ったんですけど、牡蠣、はい、とか食べました？牡蠣ね、めっちゃもらいました。あ、ほんですか？はい、もうなんかこう、水産業の方から牡蠣大量にもらって、で、牡蠣鍋しましたね。そう。で、今日はまあ、福山の。そう、福山に行かれるんですけど、はい、今回 その最終目標みたいなのがあって、今回は映画作って、ちょっと映画を上映しながら日本中断してるんですけど、3月9日に福岡で最後の上映があって、そこゴールで今走ってますね。その情報はそのネットというか TikTok というか、あ、そうそう、ネット TikTok も全部ガンプ鈴木映画って検索したら全部出てきますね。そう。あとは捕獲してもらえたらチケット持ちながら走ってるんで、捕獲名刺と捕獲チケットゲットできます。ありがとうございます。はい、せっかく岡山なんで、なんか岡山、まあ、ほんの少しだけだと思うんですけど、なんか岡山の良さみたいなのがちょっと。もう捕獲すごくて、岡山市に一昨日の夜入ったんですけど、そこ入るまで、その日生から岡山市、6時ぐらいに着くかなと思ったら、夜の11時ぐらいに着いて、1日で、ね、200人ぐらい来ました。200人ぐらい来たんですか？はい、マジでもう桃太郎のきびだんごを投げまくってる状態です。はい、なるほど。マジでたくさんの方に捕獲していただいて。本当にあったかい方からの支援がいろいろ。いや、もうやばかったですね。はい、本当ありがもも。すいません、お忙しい中、はい、頑張ってください。編集点1個できます。あ、わかりました。編集点、僕もやっぱ頭の中で今編集してるんで。わかりました。ありがとうございます。これいつも捕まえてもらったら、サインしていつも渡してて。あ、思いますか？じゃあ。これ捕獲名刺。今年は6月からちょっとアフリカ縦断するんですけど、ケニアから南アフリカまで走って、まあ、大体行けばいつも発信するんですけど、いつもドキュメンタリー映画を作りたくて、作品作って上映して、でまたどっか行って作品作って上映してみたいな。なるほど。そんな感じのなんか、はい、活動しますね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。捕獲名刺まで。ありがとうございます。いや、よろしくお願いします。笠岡市、あ、そう、今笠岡市です。今 TikTok ライブなおでした。大丈夫です。はい、じゃあ行きますか。あ、ありがとうございます。はい。はい、ご苦労さんです。頑張ってください。頑張ります。お疲れ様です。